明けましておめでとうございます。ママ先生田です。ガラガラですけど、ようやく少し、熱も下がり、仕事の方もね、どうにか最初の週を無事終えたので、しょうがないねこれね、無事終えたので、また編集とかを始めようと思っております。予告で、入れていたゴルウェーハロウィンツーリングの、動画ですが、すでに編集環境は整えました。なんで、今日の夕方ぐらいからちょろちょろ編集しようかなと思ってます。ちょうどここでしたね。この辺が確かスタート地点になってるはずですね、ゴルウェーの方もね。冬の休みの間は、日本におりました。やっぱり日本いいですね。最高ですね、はい、戻ってくると分かる日本の素晴らしさみたいな、逆もあるんですけど、やっぱ日本いいな、やっぱ日本いいよ、俺の国だよ。今日はですね、最近ちょっと排気ガス、なんですか、マフラーの音がおかしかったのと、あとなんかね、バイクがね、カタ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 、それから振動がちょっと出ちゃったということで、朝一で軽くですね、マフラー止めてる3本の、六角が2本と、それからヘキサが2本と普通のナットが1つかな、それをちょっと増し締めして、それからエンジンをマウントしてる、なんでいいんだ、4本、4箇所のナットと、それからフロントブラケットに取れてる2箇所、これもそれぞれ増し締めをしまして、現在乗ってみてるんですが、いいと思いますね。振動止まった気がします。音はねすごく静かになった。どっかやっぱ排気漏れ起こしてたなーなんて、なんでちょっと思想を兼ねてこう走りながら、今まであんまりこうダブリンの街中って走ってないじゃないですか。ちょっとうろうろお散歩みたいな感じで走りながら朝飯を食いに行こうという算段でございます。どうぞよろしくお願いいたします。もっとね天気のいい日に撮れりゃよかったんだろうけどな、しょうがないね。基本的に雨あんまりないといっても、こういうなんていうんですか、霧雨みたいなのが多いっていうのと、あと空が真っ青に晴れるのは、そうね、関東みたいにはいかないですよね。新潟よりは晴れますけどね。あ、いいじゃんいいじゃん、全然違うよ。釣られて出しちゃったけど、いつもねスタート地点に使ってるあのハロルズクロスのあたりから、しばらくこうやって街の方へ走りますと、よいしょ、もうすぐセンターですね。見えなきゃつまんねえよな。ちょっとカメラ上げようか。よいしょ。カメラの角度上げましょうか。これね難しいんだ。
あ、そうそう、カメラね、変えました。完全に衝動買いと言ってもよかったんですけど、AS200 という AS200V というソニーのアクションカメラを使ってたんですが、それを300に変えました。後継機種ですね。画角が広いです。もうそれだけで買ってよかったぜっていう感じで、それだけでもう僕は幸せです。それだけのため何枚も出したかって言われると、まあ それはそうなんですけど、やっぱりちょっとスピード感欲しいなっていうのと、あと景色をきれいに撮りたいなっていうのがありまして、ありまして、ありまして、やっぱりありまして。さあ、クライストチャーチとかもうダブリンど真ん中ですね、この辺はね。右曲がろうか、川沿いに行ってもいいんだけど、どうしようかね。ど真ん中通って、なんで川の方行ってみるっていうのもありだな。そうですね、こう左に曲がると、例のギネスというビールを作ってるギネスストアハウスという、ダブリンの工場があって、有名な観光地ですね、有名な観光地です。でこっち行くと、写真なんかでよく紹介されてるトリニティカレッジとか、TCD とか、それから、目抜き通りのオコネルストリートなんかがありますね。このちょっと先はね、以前あの元ブログで少しだけ紹介しましたけど、今日朝だからね、車いなくていいですよね。ゆっくり走っちゃう。カモメいるね。朝飯どこで食うかな。なんか DCU とか UCD、ダブリンカレッジユニバーシティとユニバーシティカレッジダブリン、実に混乱しやすい2つの大学の名前、順番が違うだけじゃないかっていう噂もありますけど、そこには日本から交換留学の方がよく来てるみたいですね。みんな、ね、すぐ帰っちゃうから、あんまりなんだろう、知り合った人もあんまりいないんですけど、正直1回ぐらい飲んでバイバイしたとかそういう人がすごい多いんですけど、大体あとはワーホリデー、ワーキングホリデーでね、来てらっしゃる方多いですけどね。大体冬のダブリンこんな感じです。あの写真なんかだとね、綺麗なの、綺麗な日ばっかりに撮ってあるけど、大体冬のダブリンこんぐらいの天気が週のうち3日ぐらいかなと思ってれば、まあ大体間違いないと思います。週に3日は間違いなくこんな感じ。気温はね、見ての通りそんな寒くないんですよ。あの僕防寒着全く今、着てないです。ね、コートの下セーター1枚でヒートテックかな、それだけですね。で下はジーパン1丁、靴下も普通の靴下で、例によってビジネスシューズですね、ビジネスシューズですね。あの足首なんかスースーです。今日はね、気温が 5,6 度くらいかな。寒い時は0度近くまで落ち込むんですけど、まあめったにない、めったにない、ほとんどの場合氷点下になることは、あんまない。朝方とかね、そういうのはたまにありますけど、めちゃくちゃ朝方なんかだとたまにありますけど。さて、左がバンコーバーアイルランドの右側がトリニティカレッジダブリンですね。これ中入ってもいいんだろうな、きっとな。あれって、多分これがダブリンで一番の大通りでしょう、間違いなく。この先に、そこ左に曲がったところがあの繁華街の